皆さん、どうもこんにちは。しおりです。あっという間に4月も終わり、皆様いかがお過ごしでしょうか。街中にはピカピカのスーツと制服を着て新生活を頑張ってる人がいるさなか、ご覧ください。謎のパワー不足に見舞われてる私で、パワー不足ならおとなしくしときゃいいのに、なんか普段が元気しか取り柄がないので、現実を受け入れられず、無駄にフットワークだけは軽くいたら、飲み会の機会ばかり増えていくという負のループですね。なんかこれさ、いつぞやいただいた割とおしゃれめジャージのはずなのに、私が着ると田舎のヤンキーにしかならない。はい、ということで、サチモスにもなりきれない私、こんな日はもう自炊も億劫だし、気分転換に昼からしっぽり飲んじゃおうってことでやってきましたのは、癒しをもらいに来た大戸屋と書きまして、リラクゼーションサロン。なんかもう本当は実家帰ってあったかいお母ちゃんのご飯でも食べれば一発解決なのかもだけど、まあそんな暇もなくってね。で、そんな時一番に大戸屋が思い浮かんだんだけど、見て、わー、あったかい。そんな温かさもつかの間、私とある肝心なところを忘れておりまして、はい、注文完了。そこで運ばれてきたお酒がこちら。やるじゃないか。もうこれ傘持ってない日のゲリラ豪雨みたいなくらい驚いてしまったんですけども、そういえばそうでした。トリッキーすぎない？量あって最高で、初手キャベツの千切りとホッケーにしたんですけどね。このキャベツがさ、肝臓にいいって言うじゃない。キャベジンだっけ。それを信じて頼んだんですけども、結局 9% 飲んでるから何やら矛盾した様子。でもね、こうやって野菜を取ってる感っていうのを自分に与えていくっていうのはとても大切なことですから、惜しみなくもしゃもしゃごくごくいきましょう。で、このミニホッケがあるありがたさですね。感謝します。このホッケなんて妙に大きい魚なので、このぐらいのサイズにしてくれるとは、なんたら優しさって感じなんですけども、はい、このままでももちろんちょうどええ塩加減で美味しいのは山々で、さらにこの白くプリッとした身に追い打ちをかけるかのごとくおろしを乗せれば、白と白のコントラスト、白って300色あんねん。あれ200色だっけ。といった風にアンミカさんもびっくり。なんか平和に飲もうと思ったのに、度数のせいで酒くず感。はい、ひじきだー、好き。それを補うかのごとく、このひじきを頼ませていただきまして、健康と酒の両立を図っている次第です。よろしく頼む。お母さんに一番近い味がする。さあ行くぞ。さて、もうこれは名前からして母さんがついておりますから、まさに母の味といったところなんじゃないでしょうか。で、私はもう大戸屋といえばこのチキン母さん煮か甘酢あん定食かホッケいただくことが多いんですけども、もういつ食べてもやっぱり最高じゃんってなるよね。で、さっきのホッケについてたこの大根おろしを追いさせてもらっ
て、その上からレモンでしょ。私この揚げ系がジュブジュブに汁を吸ってるのがたまらなく大好きで、言うなればそばにコロッケ、揚げ出し豆腐、茄子の煮浸しで、今回このキャベツがあるので、最近食べ過ぎてるし単品で頼んでみてね。この時は間に合ってたはずなんだけどね。このチキンカーさんが一番美味しいと思ってます。優勝。こんなにさ大根おろしカレーと。でこの音屋にもピカピカの新生活の方がわんさかいまして、私も新生活を思い出しながら飲んでいたんですけども、新生活あるあるのエピソードとして、大学入学前の春から〇〇生っていうハッシュタグ、あれさみんなやってたよね。今もあるのかな。私は当初からSNSを信じてない人間だったので、むしろ後々馬が合わなかった時の離れる方がめんどくさくないって思ってやらなかったのね。そしたら案の定びっくりするほどみんな最初からチームを作っておりまして、笑ってしまったんですが、まあでも第一印象は悪いくらいがいいって言いますし、今まさにスタートダッシュがうまくいかなかったなと思う方も焦らずのんびり過ごしてください。一人の時間を楽しめるほど強いことってないと思うので。もう実家に帰れない方は音や Good。 ちょっと私はね、ウイスキーに甘いものを合わせるのが大好きなんですね。よろしく頼む。和菓子とかでも大好き。本当はクレープが良かったんだけど、近くにクレープ屋さんがないので、炭水化物を抜いた塩汗が今こちらで来ております。お分かりいただけましたでしょうか。名前付きのさ、コアラの町で、しおりもあるって、これはメアリーなんだけど、しおりもあるって聞いてたから友達と6箱買って開封してたら、なんと2箱目で出ました。どっか行っちゃったけど入った。じゃーん、超かわいいでしょ。しかもなんか歌ってるんだ。しおりってポエムの C で詩を織りなすって書くので、いい解釈です。やめよう。今日こんな酔っ払うつもりなかったし、なんなら健康の身にしようと思ってたのに、オートヤの 9% とこのウイスキーストレートによって見事イバグを起こしておりますが、はい、何が言いたかったかっていうと、まあ、実家に帰りたくなったらオートヤ行けばいいよっていうご提案でした。というわけでちょっと元気が出ました。みんなのおかげで。皆さんも新生活頑張りすぎず、ぼちぼちやっていきましょう。料理やめたくなったらやめていいからね。大丈夫。じゃあありがとうございました。4月の頭の方はなんとかアドネラインと気合だけで頑張れるんだけど、この辺になってくるとね、それだけじゃいかなくなってくるので、しかも次はいわゆる5月病。怖いね。怖いよね。まあ、一緒に乗り越えましょう。美味しいもの食べてお過ごしください。というわけで、じゃあのー、今日もありがとう。